セッション 22TBS ラジオキーステーションに荻内樹と南部ヒロが生放送でお送りしていますここからはメインセッション今夜のテーマはこちらです下半期ニュース座談会というわけで、はいえー、下半期ニュースが盛りだくさんでございました、はい、上半期も盛りだくさんだったので上半期は上半期でやったんですけれども、はい、下半期も、まあ、たっぷりありましたね で、まあ安保の話であるとか、うん、それからまあ災害上層士とかね、はい、あのまあ河川の氾濫というような。まあそうした災害の話もありました。それからアイシール絡みの。ね、そのニュースはもう一月から12月までずっと続いていたりします。うん、沖縄の問題もそうですね。はい またあのまあ、つい先日からも、えー、軽減税率の話とか、はいまあ、ちょっと前には TPP の話とかいろいろあったりしたんですけれども、まあ、どのニュースも終わったニュースではなくてこれからにいろんな課題を残しているそんなニュースばかりということになっておりますでどんなことがあったのか今日はです、ねえー、ゲストの皆さんに、えー、このニュースに注目したっていう、ね、あのそうしたコメントもいただきつつ、はい、ぜひリスナーの皆さんからメッセージをお寄せいただきたいんです、えー、あなたにとって下半期に起こったニュースの中でこのニュース みんなで議論しようよと、うん、このニュースは来年以降もちょっと大事じゃないか、はい、そうしたようなニュースについてえメッセージえツイッター、メールなどでお寄せいただきたいと思います,す、えー、こうしたニュースはね来年以降もいろんな議論が必要になってきますのでどんな議論が必要になっていくのかみんなでディスカッションしていきたいと思います、はい、では今夜のゲストを紹介していきましょうまずは今年のセッション最多出演との噂もあるという、はい、ジャーナリストの神保哲夫さんです <laughs> よろしくお願いします。はい。最多出そうなの？あのデデータはありませんけど。でもね。ラグビー、ラグビーがまずあったでしょ。はい。ありました。あとなんで呼ばれてるのかわかんないからもう二回くらいやったから。はい。そういうの合わせるともしかしたらそうかもしれない。まあ電話出演とかもねいろいろあったりします。電話もなんか全然あの突然現場にいたらラジオのスタッフから電話がってきて今どこどこにいますかって言われてなんでわかるの？いそうだからです。それであの一言くださいって言って。はい。 何回か出ましたね、確かにね。というわけでの今日は、きょ今日選曲がない、ニュースで出ない、当たり前のような感じデイリーニュースセッションで解説していただけると、たまにオプションとして出っていう。はい。 そうかやっぱ経験絶滅な感じなんだね好きなかゃ好きゃないかわかんないようにしといてめん倒くさいね続きまして TBS ラジオ荒川京慶デイキャッチでもおなじみジャーナリストの青木治さんですこんばんはよろしくお願いしますはい。青木治さんにも今年いろいろ出演していただきましたけれども青木治さんのおかげでセッション賞をいただきまして のです以前ね、成田闘争の会を取り上げたときに、その放送が良かったということで、民放連の賞をいただいたんですけど、あの青木さんがずっと取材していて、この番組でもやろうということで、提案をしていただいた回ですよね。 でも僕に何もないですよあのなんか縦みたいなやつかなおまんじゅうとかなかったおまんじゅうとかないですよ僕とか何もないな報告絶対してるはずですよあそうですかいやいやじゃあこれから楽しみにしてます年末になんか あのセッションからなんかおお聖母みたいな,なあじゃあなんかこう忘年会的なね <laughs> そうですね <laughs> ま今日は下半期について振り返っていきますのでよろしくお願いします,、はい、しますそして、えー、この方去年十二月の TBS ラジオ総選挙スペシャルのほかセッション22でももうさまざまなテーマに参加していただいているタレントの浅木邦子さんですよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします今日なんかジンボーさんと青木さんと私って聞いて、うんうん、うわめんどくさいおっいんさんだ <laughs> 人揃っちゃってねチキチキ大変やなって思っ 自分は面倒くさいサイドに位置づけてるんですかえっ浅木さんもうそれはそうでしょ私だってそれぐらいの自覚はあるんだそうですかそれはなんとなくわかるような気がして言われたくない目線を絡めないでください2人ともだけど浅木さんもね経済の話とかいろいろ言いたいこと山ほどあるでしょいやいや最近そうでもないんですよそうなんですかしっかり人間が丸くなっちゃってえなんでいいことあったんですかいやなんだろう逆だな逆 こでしょう今年は特になんかどのニュースを見てもなんかイラッとしちゃうから、うん、イラッとしちゃいけないイラッとしちゃいけないって自分に聞かせてんのえでもほら市民としては憤りから始まるさあの改善するための政治運動もあったりするわけじゃないですか。 うんでも私の場合は怒りが空回りするタイプだと思い今日はねあのはね、はいまあ、たまってる面もあるでしょうからうそれをちょっと書き出していただきたいなと思っております今夜はですねゲストのお三方に1つずつ、はい、えこの下半期のニュースに感じた論点挙げていただきたいと思うんですがその前に、はい、もう下半期もいろいろあったので忘れてるという方も多いと思うのでこの下半期にどんなことがあったのかを短くまとめて振り返ってみたいと思います 今年下半期7月から今月までに報じられた主なニュースを振り返りますまず7月衆議院の本会議で安全保障関連法が与党の賛成多数で可決参議院に送られましたその翌日安倍総理は新国立競技場の建設計画を白紙撤回することを表明しました新国立競技場の現在の計画を白紙に戻し ゼロベースで計画を見直すそう決断いたしました戦後70年の節目にあたる8月広島長崎では原爆の日にそれぞれ平和記念式典が行われ過去最多の国々から代表が参列しました14日には安倍総理が戦後70年の談話を発表過去の談話を引用する形で反省とお詫びを盛り込んだ一方 次の世代に謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりませんと訴えましたそして9月には連日大きなニュースが相次ぎました2020年東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会は佐野健次郎氏がデザインし東洋が指摘されていたエンブレムの使用中止を決定また内戦が激化するシリアから難民がヨーロッパに殺到 水死した難民の子どもの写真が報じられ世界に衝撃を与えました9月中旬には台風18号から変わった低気圧の影響で茨城県常総市で鬼怒川が決壊するなど北関東東北で甚大な被害が発生しましたそして19日未明参議院本会議で安保関連法が可決成立しました 一方スポーツ界からはサプライズなニュースがラグビーワールドカップで日本代表が南アフリカ代表を下す大金星を挙げました10月には今年のノーベル賞が発表になり医学生理学賞に大村智さんが物理学賞に梶田孝明さんが選ばれましたまた10月5日には TPP 環太平洋パートナーシップ協定が5年越しの交渉の末大筋合意13日には沖縄県の小長知事が普天間基地の移設先とされている辺野古沿岸部の埋め立て承認を正式に取り消しました本日普天間飛行場代替施設建設事業にかかるこういう水面埋め立て承認を取り消しました また14日には横浜市のマンションで食い打ちのデータが改ざんされていたことが発覚この問題は全国に波及しました11月にはおよそ3年半ぶりに日韓首脳会談が行われ慰安婦問題の早期解決で一致またエジプトでロシアの旅客機が墜落し過激派組織アイシルに関連するグループが犯行声明を出しました フランスは大きな衝撃に包ままれていますそして13日にはフランスのパリで130人が死亡する同時多発テロが発生この事件でもアイシルが反行声明を出しました11月24日にはシリア国境付近でトルコ軍がロシア軍機を撃墜両国の緊張が高まっています 12月には消費税が10%に増税されるときに導入される軽減税率の対象品目について自民党と公明党が合意また国連の会議 COP21 では京都議定書以来18年ぶりとなるパリ協定が結ばれ温室効果ガス削減に向けた国際的な枠組みが成立しましたというわけでえさまざまなニュースあったなということを振り返ってみたんですけれども、はい ねあのー、本当に六月六月七月からねあちこちいっぱいあったりして、うん、振り返るのも大変だなという感じがします。浅、ええ、木さんは何かあの気になったものってありますか？もう喋ってたから。いやいやこれだよね。はいそ。振り返っていてねオリンピックの話もあったりしましたし。あのエンブレム？うん。すごかったね。すごかったですね。あ結果としてということですけど <laughs> でもデザイン業界に対しても結構な影響を与えたみたいで。あのー。うん ああいう内向きの業界のね、露、はい、みたいなものっていうのが、いま、うん、だにあんなにも根強く息づいてるところがあったんだなっていうことが驚きだったし、想像以上にそういうものっていうのは、まだ私たちの社会に結構あるものなのかもしれないなと思う一方で、はいはい、昔だったらスルーされてたものが、本当にネットの力とかいろんなもんで、暴かれるっていうのもあったりするな。 そうですね、ええ、そうしたあの炎上をきっかけに、なんかこう、体制を見直していくっていう,う案件は、これからたくさんあちこちで乱発されていくというかね、出てくるんでしょうね、うん、だから、そのいい面もあるけど、その前もおっしゃったような乱発っていうふうになったときに、じゃあ一体ね、その半ば、デマにも近いような攻撃のされ方をしたときに、それをリカバーするのは今度はものすごい大変だったりとか、なんかその辺のことをそろそろね、どういうふうにするかって考えていかないと、なんだろうな、なんか、あんまりよくないような気も。 そうですね。いいすねうん。だその後のリカバーでということで言うと、うん、基本的には透明性を確保しながら、叩いたたえてる人たちも見守るような環境の中で再設計することで、まあ合意と信頼を回復するみたいなやり方が今一つの定番になったりはしていますよね。うん、うん。ジモウさんはいかがですか。この今読み上げたニュースの中でらちょっと気になったもの。ね、はい。まあ もうちょっとじゃなくて、すごい気になったのは、何度も言ってますけど、ラグビー。ラグビー、ね、グ言うまでもなく、<laughs> はい、言うまでもなくラグビーですけど、えー、あの個人的にはね、うん、やっぱり今の中ではすごく今年時間を取られたのは、やっぱりその安保法制をめぐる、えー、まあ議論、国会審議とね、うん、それからやっぱり沖縄の、まあ、あれですね、辺野古の問題ですね、その2つはかなり取材もしたし、時間も取られたし、うん、やっぱり非常に根深い、 えものがどちらも、えー、その単にこの一法案とか一問題ではなくて背後にあるその憲法との兼ね合いであるとか日本のはもう国防をどうするかという問題であったりとか、ねうんうん、沖縄にそれを全部押し付けている状態をじゃあどうすればいいのかとか地方と。うん 中央の関係とか、かなりそれをいろんなものがあったので、えー、あの時間取られましたね、うん、今こ、ね、の戦後70年という時でもあったんですけれども、うん、きしくもあのどちらのニュースも、ですね、うん、ではその先をどうするのかというものを根本から問うようなニュースということになっていました根、ね、本から問われたんだけど、うん、必ずしも根本的な議論に、残念ながらいかないところが、うん、いろんな問題の悩みでだったなと思いますね、うん、つまりそこにまで通ってしまうと、答えが出ない、あるいは出すだけの自信がない、その当事者たちがね、えー、ところがあって、結局、 なめたようなところでごまかしてしまっているところがあるので、またこれからもそれが続くっていうことになると思いますけどね安保法が変わったことが問題というよりは、うん、そうした議論の、まあ、ベースにある何か日本的なうやむやさというものが変わらないことのほうが問題だっていう、ね、そうですねだから本当はいいきっかけなんだけども、もやっぱりなんかそれが全部出てきちゃうと、ちょっととても収拾がつかないというふうに当事者たちがね、まあ、特に国会議員であるとか、与党で官僚とかが思ってる。 ところがどうもあるみたいで、えー、そこまで行かずになんとか済ま,ませようとするっていうところが多分にあるんですよね、うん、青木さん、いかがですかうんあのそうですね、これ、TBS も多分そうだと思うんだけれども、はい、ニュースを伝える側って、意外といまだに縦割りになっててね、はいはい、政治部とか社会部とか、ね、うん、その沖縄支局とかとなってるんだけれども生活ととかか家庭とかねでも。 実を言うとニュースって本当はそんなその枠組みの中ではないようなうねりの中でねもう相互にこう密接に関連して起きているわけじゃないですか、はい、で今回で言うと例えば沖縄の問題なんていうのは安保法制だったりとかっていう問題ともの,ものすごく密接に結びついているし、ええ、でこの上がっている中で言うと例えば慰安婦の問題だったりとか日韓の問題っていうのと日本国内の問題なんかもものすごく密接に結びついているわけだし、はい。 まあ本当だからそこを越境していろいろ考えなくちゃいけないことがなかなかこ細切れになっちゃってるなって思うところもある、だから今日多分このあと話すのは、フランスのパリのテロの問題ですよね、はい、これはだって安保法制の問題も関わるだろうし、それからひょっとすると沖縄の問題とももしかすると関わってるかもしれないっていう問題ですよね、だからいろいろ関わってるんだけど、ただ、その中でも僕、あえて言うんだったら、やっぱり。 あの神保さんと同じかもしれない沖縄の問題っていうのを、うん、そのどういうふうに整理するのか、えー、どういうふうに自分のスタンスを決めるのかっていうのは、うん、ものすごい難しいですよね、うん、つまり、うん、辺野古への基地移設っていうのはよろしくないっていうのは僕もそう思うんだけれどもでもそこから一歩先に行くとじゃあ日米の安保体制っていうのはどうするんだとか、うん、あるいは戦後70年の日本の歩みと沖縄の問題どう捉えるのかとか。うん ひょっとすれば安倍政権を支持している憲法改正の問題だったりとかっていうこともかねからから関わってくるわけでしょ。だからこれはやっぱり沖縄の問題は非常に僕は興味ありました。そうですね。大きな国家感とかこれからについても問われるんですからね。そうですよね。あるいは自分の生き方の問題も問われてくるかもしれない。はいどんな国家で生きたいのかとかどんな社会にしたいのかということですよね。さてあのリスナーの方からもですねまあさまざまなメッセージにたくさんいただいております。えまずはこの方は匿名の方なんですけれども。 <laughs> 印象が強いのは大阪・寝屋川の 中一男女死体事件です、はいえー、被疑者は逮捕されましたが黙秘を続けているため何も明らかにならないまま起訴されて裁判になるのでしょう確かにも黙秘権は、えー、被疑者に与えられた権利ではありますが釈然としない部分が多いですとそこからラジオネームおにぎりさん、えー、この下半期は安保関連法案をきっかけとしたデモや、えー、普天間基地関連の行政訴訟といったように権力の意味が問われた半年だったと思います、うん、というご意見もいただきました。えー ラジオネームはトルネリオさんからインドへの原発輸出が気になります、うん、再処理について認めたという報道がありますが何の将来像もないままに奇妙なシナリオだけが亡霊のように歩き続けているように思えてなりませんと、はい、それからラジオネームドクター・リトハフさんです、はいえー、11月11日に MRJ が無事に初飛行を果たしたニュースは久々の明るい話題として素直に嬉しく<ー>印象深く覚えています 航空機ファンでなくとも国産の航空機というところに日本の底力を見たような気がして元気づけられたように思うニュースでしたというご意見ですね、はい、そしてラジオネームほっかむりけんさん私的には山口組分裂が気になっています、うん、昨日京都をきな臭い事件も発生したようです数年前防犯条例施行の際青木さんが記者会見で司会をされ疑問を投げかけていらっしゃったのを記憶しています、うんうん、どんな疑問を投げかけてたんですか つまり防敗条例にしてもそれからそれ以前の防態法にしてもまあはっきり言うとまあ憲法の枠外に近いような形で、えー、ヤクザの人たちには人権がないような、えー、要するにヤクザヤクザ罪みたいなもんなんだわけですよねはい、はい、でそのヤクザだからその基本的人権がないようなその状況っていうのを果たしていいんだろうかっていう話をしてうん、うん、で実はこれ僕最近本当に思うのはねこの話を。 TBS ラジオでもそうだし、ええ、テレビなんかですると、ものすごく批判されるんですよ、お前はヤクザを肯定するのかと、はいはい、だけど、それでいいんだろうかって思うわけですよね、ヤクザだから、その基本的人権が多少制限されても構わないっていう話をし始めちゃうと、ええ、いや時代がちょっと変わればね、例えばオウムだったらしょうがないとか、はいはい、あるいはじゃあ、共産党だったらしょうがないとか、あるいは戦争状態になった場合には、 やっぱり戦争に協力しないものはしょうがないみたいな話になっちゃうような気がするので。うん、人権の線引きが始まっちゃうんです、うん、つまりやっぱりだから僕はヤクザだからその多少しょうがないじゃんというような,じょ、うん、な風潮っていうのは僕はすごく嫌だなと思って、うん、別にヤクザの肩を持つわけじゃないんだけれども、えーうん、防廃条例とか防対法には。 少しその懐疑的な論陣を張らなくちゃいけないなっちょっと思っ思てるんですけどねそれから駿さんという方ですね、えー、下半期で気になったニュースはアメリカ大統領選挙の共和党の候補者ドナルド・トランプ氏に関するニュースですうん、うん、差別的な発言を何度も繰り返すにもかかわらず候補者争いでなぜ首位に立てるのかが気になっています。ジモさんこちらいかかがですか うんまああのー、相番消えるだろうって言われてたのに結構長く、ねえー、ずっと、はい、まあこの場、まだ今でもトップを走ってるっていうのはね、まあ、一つは他の共和党の候補が、まあ、若干小粒なんですね、えー、ただ、やっぱり、あのー、今非常にその、まあ、テロも含めてそれからいろんなことでその不満を持ってる層っていうのがこれはアメリカだけではなくて日本もそうだし、まあ、世界中、今そうなってるんだけど、まあ、格差の問題とかねいろいろあって。はい あの非常にこう鬱屈したあの感情を持っている人たちがいてトランプさんというのはそこにもう明らかに意識して働きかけるような、まあ、普通の人には暴論、この人たちにはよく言ってくれたみたいな感じのことを、まあ、計算して言ってるんですよね、えー、なので実は意外と侮れないというかですねなんかバかじゃないのっていうふうふに思って、うん、あのバカにしていると意外とあの大変な目に遭うかもしれないというところはある。えー、ただ あまりにもねその、まあ、例えば障害者をそのもう揶揄するような発言をしたりしても、はい、それでもまだ生き残ってたりするっていうところがあってちょっと僕はここまで来ると共和党の先行きが心配になってきますよね、えー、ただ、要するに民主党側がもうヒラリーさんで間違いないだろうという前提で共和党を考えているのであのどういう人なら勝てるかっていうとったときに、ね、あの小粒の候補じゃなくてもしこういう方がもしかしたらっていう風に思う人も。 いるわけなんですよ、はい、ただ大変、僕はあの大変なことになると思うけど、やっぱりそれは彼がいくら頭が良くて計算して言っててもね、そういうことを言って通ってしまっている人がなるっていうことは、はい、あの実は彼を心の中で思ってるかどうかは違うっていう,言うかもしれないけど、それ意味ないんですよ、<ー>そういうことを言っても,もう大統領になれるっていうケースができちゃうわけだから。うん、だからそこは ちょっと今後ね、僕はしっかり見ていかなきゃいけない、日本じゃどうすることもできないですけどね、でも、例えば今回、イスラム教徒の人は入国を禁止、規制しようみたいな話をしたわけですよね、その後と批判されたときに、テレビ番組出たときに、いや、かつてだって日系人に対してだって、昔の大統領だってね、やってたんだからっていう形で、肯定的な仕方で行ったりしたときには、これは例えば日本の外務省なり、アメリカ大使館なりが、抗議してもいいというオプションも僕、あると思うんですよは 再権の,の時にに、ね、それは間違いだったとっいうことで全部保証してるんですよね、はいうん、だから、それはそういうことはあったけどそれは間違いだったってなってるもの、えー、でも昔やってたんだからいいじゃないとかっていうのは、まあそのね、計算してるとさっき言ったけどもその時々に出る発言っていうのは。 どううもそこまで考えてなないような感じはするただあの、実はチームがあるらしくて、つまりそのメ,ディアメディア戦略チームのようなものが実はあるらしくてね、<ー>はいろいろとそのわざと暴論的なことを言うようなことを、まあ、計画的に言ってるっていうようなうあの記事も僕は結構読んでるので、はい、そこはあのどこまでが計算で、どこまでが <laughs> あの口が滑ってるのかもわからないところも。 またこれもちょっとと怖いところなんですよね、うん、でもあれを見てると、まあうん、結構エキセントリックのことを言ってて、うん、うわ、すごいなと思う一方で、うん、ちょっとこう振り返ると結局その、いわゆるまあはっきり言って暴言なんだけど、うんえー、ある種の本音よく言ったっていうその爽快感を、ね、与えてしまうっていうような。 ことは、うん、あのう、うちらの国にも結構あるぞと。橋本さんとかね。本、うん,んあるいはその、な、うん何でしょう、性的マイノリティに対する、うん、もうもろね。地方議会、ね。地方議会なんかであんなのね。うんうんうん いや昔だったら一発で終わりじゃないのって思うんだけど、意外になんだかこう誤解を与えたならすいません程度で済むみたいな。えーうん、同性愛系に関しては、昔だったらもっとスルーされていた可能性が高いですよね、ね最近になってようやく LGBT の人権みたいなもの、うん、メディアも取り上げるようになってきたけれども、うん、昔からこういうのあったのかなって、むししろ思いましたよねなんかとにかくねその、言ってはならないことを言うのを爽快だ、勇気がある、よくぞ言ってくれたっていう受け止め方っていうのは、うんまあ、いろんなその、なんていうんだろうあの、みんな煮詰まってたり、なんか、 みたいな欲求を代弁してくれるっていうのはあるのかもしれないんだけど、えー、それはやっぱり所詮はねまあなんて言うんでしょうみんなで酒でも飲みながらうちわでね、うんえー、言うってもまあ問題かなっていうようなことを、えー、オフィシャルでバンと言って通ってしまうっていうのは。 ひと事じゃないよねって気がね、うん、ちょっとしますね。その爽快感っていうものを背景にうっぱり鬱屈した現状があるので、それ、うん、に対する合理的な、ね、対処を政治的にやってくれっていうのは当然あるんだけど、うんうん、やっぱりレイシズムとか、誰かへの排除っていうのが、政治的カードになってしまって、本当はいけないっていう政治文化、政治風土はまあ根付かせていかなくては本当はいけないわけですよ、ね、だけどね、あの一言だけ言うと、はい、いわゆるポリ,カポリティカルコレクトネスみたいな、ね、ものっていうのによって、 本当に思ってるけど言えないじゃんみたいな鬱屈みたいなのはね、うん、それは多分だから、浅木さんおっしゃったように、結構あちこちで起きていて、はい、それをその吐露することがあ、この人は本音で言っているから、俺の本音に近いみたいな。 ポリティカルコレクトネスっていうのは本当に必要だったんだけれども、ええ、だけど、それにななんていうかそれによって本音が語られなくなっているみたいな欲求、不満っていうのは、うん、ひょっとすると政治的な思想、信条とは別に結構広くあるのかなっていう感じはするよ、ねうん、本来、ポリティカルコレクトネスっていうものがこう成立するのには、それなりの。 あのすごくたくさんの多大な手続きやその議論が積み重なって成立してるんだけど、一般の人たちは何だか知らないけど、いつの間にか上から降ってきて、これ言ってはいけませんと言われたみたいな、そういうまあギャップがあるな事実で、でもだからといって、今まで積み重ねてきたねその議論の努力をあの土台から崩すってことはやっぱりおかしいわけで、だからそれこそメディアの役割としては、なぜこれが成立してるのか、なぜ必要なのかってことをやっぱりしつこく。 頑だって,日本,ってう日本で言えば、だから嫌韓、けんかんちゅうなんてのは、まさに多分だからド,ラン、うん、ドナルド・トランプ的な、えー、そ動きかもしれないですよマスメディアがね、すごくまあ窮屈になってたんですよ、それはまあポリティカル・コレクティスの問題もあるけれども、まあ、かなりやはりその自主規制もあって、影響力が大きいから、ただ、えー、のこと言った大変なことになるということで、でそれがまあ全部ネットでまあ開花してたわけですよね、はい、トランプさんの言ってるようなことってい、ね、ネットではまあ普通にいろんなところで出てたことなんだけど、それを、うん、 テレビ全国中継されてるテレビの,その討論会とかで言ってみたら意外とあの大問題になって失脚するかと思いきやそうじゃなかったっていうのが今回のある種のサプライズなんですね、うん。だからももうテレ,ビのテレビのオーディエンスも あのネットと同じようなレベルの、まあ、なんていうんですかね、こ,うこれ、寛容さっていうべきなのかあの、そこが抜けちゃったっていうべきなのかは見方次第だけど、はいえ、どうもそうなってきてるんだっていうことが、初めてトランプさんがあそこまで言っても、まだだってトップなわけですねうん、うん、今までだったら、あの1個でも普通、候補者出すだけですよ、普通は。ネットのの基準がテレビの方にも えどうも進出してきたということの一つの証明になっちゃったってところがあるんですよね PC、ポリティカル・コロティクネス的なものが例えばあのニュースで話題になるわけですよね、うん、地方の議員がこういうことを言ったって、でそれに対し,対して、メディアが言っちゃいけないことを言ったんだってただ攻撃するんじゃなくて、どうしてそれが言ってはいけないことなのかという議論を丁寧にやっていかないと、そのギャップって埋め合わせられないと思うんですよね、だからある意味、炎上したタイミングというのは、議論のプラットフォームがそこにパンと作られた瞬間なのだから、 そこにに対してて丁寧に議論をやっていいで埋めななきゃいけないでもメディアの側でもそういった理念がずっと共有されているかというと、メディアでもさっき青木さんが言ったようなその縦割りの構造があって、うんうん、ある場所ではそうした議員の発言を叩きながらも、うん、別の場所ではバラエティーとかでいじってたりするわけですよ。あのちょっとぎょっとしたので、あのスマホで撮ったんですけど、うんうん、例えば TBS のモニタリングっていうドッキリ番組があってね、うんうん、そのドッキリ番組では、あるタレントが実は、えー 男性タレントなんだけど、うん、男性好きな現場を目撃したら芸能人たちはどう反応するのかみたいなものでその引っかかった芸能人の人が、ええ、じゃああっちの人じゃなかったんですかよかったですみたいな感じのリアクションをして、うんうん、要は同性愛というものがある意味嘲笑の対象とか避けられるべきものを目撃してしまったものをどういうふうに観察しようかニヤニヤみたいな。 そうした眼差しは実は同じ局の中ではないけど <laughs>、うん、あちこちでやられたりするわけじゃないバラエティーはバラエティーで,とでそういったところで笑いものにしながらもニュース番組でいきなりきりッといや同性婚とかもいいじゃないですかみたいな話していると、うん、いやいやいや、それはもう本音とあの建前のレベルじゃなくてもうチャンネル A とチャンネル B であの、うん、意見を分けているだけなんだから、うん、そこの辺りはまだまだその PC 的にすらなってないというところがあるような気がしますね。うんうんうん では、えー、今日はですねスタジオの三方からそれぞれ注目ニュースを上げていきただいております。はい、まずはジンボさんいかがでしょうか。今年の注目下、えー、半期ですね。あのー、まあたくさんあるんだけどやっぱり僕はね全部のものの一番底辺にこれがあると思ったので重要だと思ったので挙げます挙げたいんだけども、はい、やっぱりその政府のですねメディアに対する。 まあこれは介入という,いうふうに言うか、圧力というか、あるいは注文というか、これはまあ見,その見方にもよるんだけれども、うん、政府のかなり露骨なそのメディアに対するまあ介入というものが、えー、明らかになった。一方で まあ、まあ、今週のニュースですけれどもね、新聞にの、への、まあ、軽減税率が適用されるっていうことも。はい、にも、代表されるように、うん、ね、まあ、昨日も軽減税率やったって聞いたけども。はい、ま,まあ、要するに生活必需品でね、その低所得者対策だっていうふうに言ってて。うん、食品と新聞ですよ、よりによって。はい、<laughs> 食品と新聞ですよ。<laughs> 食品と新聞ですよ。ガスとか電気ではなく。ガスとか電気ではなく、<laughs> 新<聞>薬とかではなく、うん、食品と新聞が最も。 低所得者対策であり、まあ、逆進性をね、そこでその緩和するとか、あるいは生活必需品で皆さんが本当に困っていて、重税感がこれによって緩和されるものの代表として、二つ挙げるならば食品と新聞と。うん、でこれはもう明らかに、もうこれは言うまでもなく新聞業界の、まあ、非常にこう、熱心なロビーイングと、うん、ま、その、えー、政権と新聞、新聞業界の間のですね、様々なここまでの駆け引きによって、 えーまあ、達成されたものだってことは、まあ、誰の目にも明らかですよね、はいで、それからそれは誰の目にも明らかというのはその状況的、状況的,的なことじゃなくて、これまでもまあ安倍政権になってからそのメディアの幹部とそれこそ銀座の代、えー、茶の店に行ったなんていうのが、普通に総理日程に、にはいつ、はい、までちゃんと上がって出てしまう,うの市長同棲のところのね来てるわけでしょ。うん だからちょっとまあ僕はまず最初に言いたいのはそのメディアとやっぱ政治の関係、これは単に政治の圧力がひどくなったという言い方はしたくないむしろメディア側がどれだけ政治,と政治と近いかということと同時にそういう関係の中において政治がまあその痛いところをついてきたときにメディア側がそれに抵抗ができないところに問題があるということが。 非常に明らかになったのが今年のまあ下半期うん、うん、特に、まあ、BPO の例の件なんかも含めて、ねえー、自民党側がそうやって露骨に放送法を、えーまあえー、自分たちなりの解釈によって放送法違反だから呼びつけるのは当然というふうふに言ってきたとはい、はい、で放送法の解釈については、まあ、これ、まあ、僕の理解で明らかに間違ってるんですねその政府側の解釈,解釈というのはその審議制定された時の審議なんかの議事録を見てもそういうふうなことにはなってないんだけどでもそれを、ね、誰もその放送局側が 反論できないのは、うん、まあいろいろと持ちつ持たれつ特権をたくさん頂い,いてしまっているから、経験税率というのが新聞にとってはまた,また新たに一つですね、ええうん、だから言っとくと、新聞はもうすでに再販だのね、はいろんなその特権新聞社が放送局に出資することも日本ではね、実情無制限にその許されているってことで、ね、うん、クロスメディアで・はい、クロスオーナーシップね。 さまざまな特権をすでに享受している新聞が、さらにもう一つまたその、まあ、もらっちゃったと、うん、いうことで、えー、これはいろいろな形であの、読者や市民の方に弾が投げられたというふうに僕は考えるべきだと思います、はい昨日は飯田屋関と二人がね、うん、これ、新聞の,けあの信頼を軽減する税率だった話を、うん、いたしましいいたけど、うん、でも2%以上の信頼がこう損なわれているような新聞業界になっていた気がしますよね、うん、すまこれ実は朝木さんも当初はね、あのこのニュースを、えーうん、軽減税率 <話>うん、ピッックアップされてたんですよねはあの私も昨日の番組聞かせてもらって、いろいろ勉強になったんですけど、はい、私はその軽減税率をどうするかっていうことが、 あの自民党と、それから、あ昨日も言ってましたが官邸と、それと公明党と一度思い出ね、戦って、調調発し、そしてここについに落ち着いて、官邸の果断な決断と、それから公明党の努力とみたいなね、なんかそんな話になってんだけど、ちょっとなんか、これ、私の勝手な感想だけど、なんてうんだろうな、なんていうの、こういうの。 いや、いやらせっぽいってこともないんだけど、えー、要するになんだか結局ね、うん、こう、実際には軽減税率って言ったって実は軽減じゃない、据え置き税率なのに、それを軽減税率って言いながら、わー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 と軽減するために皆さんの痛みを少しでも和らげるためにみんながそれぞれ頑張って、うん、あの、議論を交わした結果、こう落ち着きましたみたいなものを見せられて、うん、で、選挙に行くんだと。うん、で、さらにその時に、いや、 軽減税率入れようと思ったらば、ちょっと準備に時間が足りないし、いろいろ考えて、経済状況も考えて、ここで少しね、じゃあ、 増税を伸ばしましょうみたいなことを言った日には、圧勝だなって思ったんですよ、はい。<laughs> 要はね、私はそう見てて、こうなんでこのままね、そもそも増税することが是か非かとか、えー、それからその直感比率を是正するために消費税って言ってたけど、それはね、うん、是正しすぎないんじゃないのかとか、うん、本当にね、法人税を下げることは正しいのかとか、はい その消費税の軽減税率の時には、うん、財源、財源っていうのに、うん、法人税とかそういうのを下げるときには、言わないななんでなのかとか、サクッといくのはなんでなのかとかっていうのは、うん、そういうのが全部ぶっ飛んじゃって、いろいろ頑張ってこういう結論になりましたよみたいなねはい、はい、なんかももううそれ自体がもうね。 まあ私の人は茶番っっって思っちゃったんですね茶番だと思ってない人は多分いないと思うんですけどただその茶番だっていうことを本来は暴くはずの新聞がそのまあ軽減税率どうなるかっていう制限の政局の話ばっかりして軽減税率が実際に効くのかどうかの検証とか新聞をそれに入れることの是非とかを論じることなく読売新聞は露骨でしたね3人の指揮者を出して3人ともが軽減税率の意義を語るっていう特集を。 この件に限らず、何でもそうなんですけど、要するに与えられてくる選択肢がいつもものすごい実は誘導されてて、うん、あの限られてて、はい、A ですか B ですかって言われた段階でも、C も D も E も全部無視なんですよ、か食品を外食入れるのか入れないのか、どっちですかって言われたときに、うんいや、消費税、増税、反対なんですけどって意見は入らないいう、もうどっか行っちゃうわけ、だからね、その典型だなと思って。青木さんんいかかがですかこんなのニュース うん、メディアとととそれれかから政治いいうこでですすねねあれいつだったですか、ね、前回、僕、確か荻上さんと神保さんと、その軽減税率のメディア、新聞に対する軽減税率をぜひお話をして、僕は以前からずっと言ってるのは、新聞だけではなくて、書籍、はい、雑誌、あるいは。 その地に対するねその、うん、だから人間って食うことって生きる根幹だけれど、はい、知ることっていうのも僕は生きる根幹だと思っているので、えー、基本的にはやっぱり、地に対するその課税っていうのは、できれば避けるべきだと思っているんですよ、だから僕は新聞に軽減税率、新聞書籍雑誌に軽減税率を入れるべきだっていうのが、もし軽減税率をやるんだったらですよ、軽減税率の是非の議論になるとまた全然別の議論なんだけれども。うん やるんだったら、我が軽減税率入れるべきだっていう言い方をずっとしてきて、それは今でも変わってないんですよ、はい、変わってないんだけれども、しかし今回、神保さんが言った新聞だけが軽減税率って言ったけど、もっと正確に言うと、宅配の新聞なんですよ、うん、宅配のさらに週2回以上発行し、週1のなんかこう週刊3りとか、そういったタイプのやつはアウトっていう。<laughs> ううん、つまり そのまあ、だから、僕はその結論も違うし、うん、その話の過程も違うんだけれども、なんとかいうかさ、基本的に神保さんと同じになっちゃうんだよね、えー、つまり、地に対する課税っていうのをするべきじゃないっていう大義名分の陰に隠れて、 今回新聞だけがもって正確に言うと宅配の新聞だけが一般紙。なぜかというとね、税制税制改革大綱ではね、政治経済社会文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行する。スポーツ紙はじゃあスポーツは文化なのかな。スポーツ紙はね、宅配だったら宅配だったらいいのかな。宅配だったら大丈夫ですよ。あのじゃあじゃあ文化に入るの？政経に入る政経とか入るんだけど、ただ。 じゃあ例えば映画はどうなんだろうとかね、はい、あるいはネットのニュースサイトはどうなんだろうとかね、つまり、その地に対する課税を避けるべきだっていうこの原則っていうのは、どういう原則かっていうと、民主主義社会において、知ることとか情報とかっていうのは、人間に欠かせないと、すべ、うん、てにおいてね。それはだから 金持ちだろうが貧しい人だろうが男だろうが女だろうがやはりとあらゆる人たちがそれはやっぱりその費用負担できるだけ少なくアクセスできるべきだっていうのが基本的にその知恵の課税をするべきじゃないっていう原則なわけですよ。あ<ー>じゃななんで今回宅配のの新聞だけなのかと <laughs> つまり これが書籍とか雑誌とか映画とかニュースサイトとか、生、うん、き売り新,、ね、新聞も含めて、有刊紙とかも含めて、<ー>そこまで広がるんであれば、ああ、なるほどぞ、それは議論しましょうよって、僕は堂々と言えると思うんだけれども、うんうん、なぜ今回、宅配の新聞だけが。 えー、軽減税率の対象になったのかといえば、神保さんおっしゃった通り、うん、それは日常的な取材、その他、癒着関係も含めて、政治家、官僚と関係を切り結んできた政治力のたまものだから宅配<か>制度を維持するってことだよね、い、まあ、う、ね、制度を維持したいっていうことなのね、うん、そもそも民主主義における地の大切さを考えたら、そこに課税すべきではないっていう文脈だったら、もうそもそも軽減税率をするんだったら、官邸でご飯を食べるの禁止だよね。<laughs> いやそだから、うんだこの、このテーマで言うんだったら、ののこのテーマで言うんだったら、ぜひリスナーの皆さんに注目してほしいのは、うん、新聞ありますよ、今回、その例えば全国紙でいうと、朝日毎日読売東京とかもそうもそうだけれども、も今回、その軽減税率の対象になるんだけれども、うん、これで沈黙するのか、うん、もっと本当に真剣に、例えば有観誌も映画も書籍も雑誌も。 軽減税率にしろと言い続ける新聞だったら、僕はその新聞はその思想、信条を全く抜きにして、信頼しても多少はいいと思うでただね、一つ、僕ね、青木さんの意見に反対じゃないんですよ、うん、その、まあ地、まあ、ということもそうだけどね、うんあの、大事なのは、要するに非常に、まあ、公共的な、公益的なものについてはね、課税をしないというのは、例えば NPO でも認定されれば、公益活動認定されれば、課税されないでしょ、はい、なんだけどね、問題はそこなんですね。結局今の新聞社、まあ、例えば えー、再犯というものすごく大きな特権を持ってるわけですよね。これはほとんどテレビも言わないから、何なのかも皆さんは分かんないけど、これは大変な特権がな,んなんですよね。それはネットで調べればすぐ分かります。再犯、不意の次あたりに人望鉄道の話が出てくる <laughs> これくらい誰も言わないの、これは。これ言うとメディアに出れなくなるって言われてるから、みんな言わない。でもね、うんまあ、例えば再犯がある、ね。でね、これはね僕は実は再犯は反対じゃないんですよ。つまり、うん、再販っていうのは 公益的な公共的な役割を果たすためには非常に有効なツールなのね、はい、いわゆる市場原理に全部ボーンと投げ出されればやっぱり売れるものしか書かない、ね、それから安いその投資でたくさんのリターンがあるような記事ばっか書こうとすると、えー、でも、ねまあ、地味でねああの結構時間もかかって取材も大変で遠くまでいかなきゃいけないけど大事なものっていっぱいあるわけですよ、うん、そういうものをやろうとしたらやっぱり一定の、まあ何らかの補助が必要その補助がね政府からの助成とかだったら、これはもう経験前列もそうだけど、<laughs> まあそれはもう完全に自殺行為 だから、そこね、再販っていうのはね、結局は皆さんが本来1000円,1000円で買えるものに2000円払うっていう行為で、半分寄付行為なんですよ、これはね、でそれをする,するのは、公共的な役割を果たしてくれるんだったら、それくらい払う価値があるというふうに思ってもらえる存在であれば、それが成り立つっていうのが基本的に再販の意味なんですよね。はい、で問題はは、ね、新聞社は まあ要するに再犯によって非常にもう大変な内部リーフを抱えてそれをね何に使っているか本当に公益的な公表的なものにリターンをしているのかというとねそれこそクロスオーナーシップで日本中の放送局に出資して社長を天下らさせているとか,ねなんかどっかの大阪の道島がなんか高いビルを建てて貸しビル業を営んでいるとかねそういうものに使われるために再犯などの経験材料の対象にするということは。 ありなないわけそんなことはだから、それによって利益,を利益が増えるんであればその利益は当然、読者に公共的な公益的な目的のためにつまり儲かんないかもしれない企画を真面目に長,時間あの長期間取材するとかですよ、うんね、あるいは政権を厳しく批判するとかってい,うのは、まあ、いずれにしても。その こういうものがあるから初めてできるんだっていうものを見せる必要があるわけですよ。はいはい、じゃあ、皆さん見せられてますかと、こういう特権をいただいているからこそ、我々はこういう取材だ、こういう企画ができているんだということを一個でもやってくださいと、でそれがねなんか全然違うものに消えてるっていうような話だったらもね認められない。だから ボールがこっちにあるってことの意味はこういうことをやるんだったらわれわれもっと新聞にそんな自分たちの私利主欲のためにお金を使わないできちんとそれを公共的な活動に生かせっていうことを要求していかなきゃいけないっていうことなんですよとその意味では僕は反対じゃないけどはい、はい、今の現状の新聞の経営のあり方でこんな特権は僕は絶対ありえないと思う,うーいいなーし <laughs>、はいまあとは軽減税率という枠組みであるか、ね、あの補助金なのか他のアクセスベリティを確保するのか手段の話はまた別途あると思いうことです、ね。 でいては、えー、今の神保さんの気になるニュースから発信した議論ということで次は青木様さん、はい、え下半期、気になったニュース何でしょうか神保、あのーまあ、さんと浅木さんがこういうのを挙げるだろうなと想像してお二人がおそらく挙げないのではないかなと思いながら挙げたのがいわゆる共暴罪というものですよね。パリのテロ事件を受けて 実はこれまで、その、共謀罪っていうのは、国会に何度か上呈されてるんだけれども、いずれも反夜、ものすごい反対運動があって、反案になってるんですけれども、またそのパリのテロ事件を受けて、谷垣幹事長ですか、自民党のなんかが、まあ、必要じゃないかということを言い出して、まあ、法務省の意向を受けてる話だと思うんだけれどでこの共謀罪って何かっていうと、ごく簡単に言うと、基本的に犯罪っていうのは、 起きたから犯罪なんですよ。うん、だから、例えば人を殺したとか、はいえー、人を殴ったとか、ね、あるいは盗んだとか、うん、っていうことが行為が起きたらこれは犯罪で、当然、警察が捜査して取締りの対象になる、最終的には裁判で、刑事裁判で有罪なのか無罪なのか、検察が立証できれば有罪だってことになるんだけれども、しかし、その共謀罪、で、多少例外があってね、その今の状況でも未遂とかってあるわけですよ。殺そうと思ってナイフで持っていって刺したんだけど、死ななかった。 とかあれは盗もうと思ってポッケに入れたんだけれども、その外には出られなかったとか、これ未遂ですよね、えーその、犯罪を行えなかった、これも罰せられるってことになってるんだけれど共謀罪ってのは、そのもっと前の段階、つまり、例えばあいつ気に食わないから殴ろうよねとか、えー、言ってその、そうだねって言った、つまりその、そのもっと前の段階を取締りの対象にするっていう法律なんですよね。うねそ,うそうですねつまりだから ある意味で人間の心の中までその踏み込んでくる法律っていうのをその作ろうじゃないかっていう動きが出てきてるっていうのはそのまあちょっと後で多分話すと思うんだけれどそのすごくそのテロ っていうものによって、その、なていうかな、多分世界中で起きていることなんだけれども。えー、自由とか、その、なていうのかな、こう、言論の自由だったりとかっていうものすごい大切な価値っていうものを。うん、その、安全と引き換えに、売り渡したい、売り渡しちゃえっていうような動きっていうのが、はいはい、その、起きつつある。うん、で、こんなことが起きてるんだったら、起きつつあるんだったら、日本って多分。アメリカやフランスなんかよりも、もっと同質的な社会なので。はい うん、僕はだから嫌な予感だけれど、うん、来年、ひょっとすればテロが起きるかもしれない、日本でね。えー、っていう時に一体どうなっちゃうんだろう、だから特定秘密保護法だったりとかっていうのができたのと同時に、その共謀罪みたいなものも作られちゃうんじゃないかなっていうのが、僕はすごく。 今年上半下半期か、この話では嫌だなという感じがしてこれを挙げたんですけどどの国でも、ね、トラウマ型立法つって何か大きな出来事があったら、うん、細かな議論するよりも何か反応しなきゃということで、うん、急ぎ足で自分たちの自由を手放したとしても、うん、安心何かしたい何か作ったってしたいということで。 まあパタパタと法律が変わっていることってありますけれども、ね、日本もオウムの時はね、いろいろな動きがあっという間に広がったりしまして、うん、あの時撤去された駅のゴミ箱はまだ戻ってないとか、ね、設置されているところもあったりしますけど、だからさっき、これもだからニュースっていろいろつながってるなって話なんだろうけど、ジュンさんが話したトランプのね、の支持率の話もおそらくそうでしょ。はい、つまり、うん、そのテロ っていうものに対するその恐怖心みたいなものがそのある一種底が抜けたようなそのヘイトスピーチに近いようなねえ言説を。 アメリカの共和党の大統領候補になるかもしれない人に許してしまうっていうこともそうだろうし、多少自由を売り渡してもねその安全、安心の方がいいじゃないか、例えば、さっきのだからネア側の事件なんかの話が出たでしょ、はい、メールでね、つまり、<う>あれ、僕は見てびっくりしたんだけれど、多分みんなそうだと思うんだけど、監視カメラでこんなに追跡されるんだと、はいはい、人間っていうのはね。うん、であれを多分 否定的に捉えた人はほとんどいないんですよ、うんうん、で例えば増田洋一都知事がその小学校の、ね、通学路にはカメラをつけようじゃないかって言ったら、多分世論調査したら、ね、たぶん7割とかくらいが賛成するんですよ、安心するから、ね。安心する、でもそれで果たしていいんだろうかうん、うん、すごいくだらない話をするとね、はい、日本が治安が悪くなってるか、良くなってるかっていうと、ご存知の通り、さほど悪くなってない、むしろ良くなってるわけですよ。えーうん、で年間のその殺人事件の件数、うん、まあ 殺人事件っていうのはある種、一番凶悪な犯罪だからそのこれが発生している件数っていうのはある種日本あの治安のバロメーターですよね、大体年間1000件くらいなんですよ、うん、でその1000件のうち半分が家族内の殺人なんですよ。うんはい、身内のと、ね、いう、うん、ってことは監視カメラに抑止力があるとか監視カメラがあれば捜査ですぐ犯人が捕まえられるんだったら。 全家庭に監視カメラをつければ、<laughs> はい、その、抑止力もあるし、すぐに犯人が捕まるわけ。もしあればね、抑止力あ、ね、あれば。うん、でもだから、じゃあどうですかって聞くと、多分みんな、いやいや、そこまではされたら困るって言うんだけれど、うん、でも治安とか安心安全ってものを究極的に求めていくと、そういうことになっちゃうわけですよ。はいはい、つまりどこで、なんていうのかな、こう、自由とか、うん、その自分のプライバシーとかっていう価値観と、その、 安心安全ってのは,それは僕だってそうだし、おそらく子供がいる人なん、お母さんなんかはみんなそれは求めるんだけれど、どっかで線引いておかないと、うん、自分の中でね、ね、うん、あるいは社会の中で、どんどん,どん,どんそのテロみたいな恐怖によって、そ,のそういう方向に進んじゃう。うもうう一つ言うと、はい そのじゃあ、テロってなんで起きるのかっていう話でしょ、まあ、これはもうみんな分かっている通り、それはだって、なんていうの、イスラムに対する、これまでやってきた、欧米諸国がやってきたひどいことの、ある意味、えー、しっぺ返しみたいなところもあるわけで、まあ、各国の国内であり、あるいは歴史的でありと。うんうん、それがだから僕は、冷戦体制が終わって15年くらい経ってみて、そのしっぺ返しを今、その欧米社会が思いっきり受けていて、はい、で欧米社会がひょっとすれば、これまで自由とか人権とか、博愛とか平等とかって言ってたものを、 それをその,その恐怖、まさにテロの恐怖によって、なんかこう、怯えて捨て去ろうとしてるのを見ると、ひょっとするとこれって、まさにその別に文明の戦いとかっていう意味じゃなくてね、うん、なんかこう、なんていうかな、こう天に吐いた唾を今、顔に受けて、慌てふためいているっていう,ていう感じすらするっていう意味で言うと、う パリのテロだったりとか、その他その IS の動きっていうのは、ひょっとすると人間の歴史上において、ものすごく大切な動き、大大切っていうかう重大な動き注目すべきということで、こちらについては、この共謀罪についてもそうなんですけど、 要するに、新しい力を国家権力に与えるっていうことを意味するわけなんだけど、うん、それが一体どういうことなのかっていうことが、なんか、我々一般的にピンとこなくなってるところがあって。っああ、悪<た>い,いことやらないからいいよい、ね。自分は悪いことやらないからいいよっていうか、例えばさっき例に出されたね、例えば殺したから捕まえるとか、盗んだからこれ刑事犯の話なんだけど、うんえー、今、テロリストって言ったときに、これは基本的な公安の、まあ、青木さんの前での話なんですけど、うん まあ要するに、いわゆる悪いことしたから捕まえるっていう文脈とはちょっと違うね、う治安を維持する、国家の,あの安定を維持するための警察権力っていうのは、いわゆる私たちがあのテレビドラマの刑事物で見るような文脈の警察権力というと、またちょっと違う文脈で動いていて、はい、必ずしも悪いことした人を捕まえるかすっ,ったら、そうでない時もあるし、えー、あるいは、 つかま、過罰性がそれほどないかもしれなくても、捕まえるときもあるというような。なそうそうそう。要するに、究極は、その犯罪者をあの処罰するということよりも、全体の安定、全体の秩序っていうことが先に来るっていう文脈があるんだよ。そのために使われる権力なんだよ。で、それはある種ね、 やっぱりないと困るっていう力でもあるんだけど、うんえー、非常にあの危険な部分もあるわけだから、うん、それをどう使うかっていうことはその、その力の行使の仕方の文脈をよく理解した上で、さらにプラスするかどうかって議論しなきゃいけないんだけど、はい、なんとなく、うん、いや、俺は人殺しなんかしないし、盗み当てしたことがない、ねえー、捕まるやつは悪いやつだから捕まるんだろうとか、それだとちょっとね、 権力に対して少し無邪気すぎるという気が、うん、私はすごく。悪いこと、俺は悪いことしてないから、その、そういうのはしょうがないじゃんっていう人に対しては。こう言えばいいんですよ。じゃあ、メールのアドレスと、そのスマホの、そのパパパ、パスワードを教えてくれると。はい、教えないでしょ普通。うん、でも、だけど、そういうことなんですよ。つまり。うんうん 監視カメラで常に見られる、あるいは、その、なんていうかな、通信傍受によってある、そのものすごく見られる、あるいは、共謀罪ってことが入ってくれば、との友達との会話とかってことも含めて把握しようじゃないかっていう話になってくる、うん、で、えー、俺は悪いことしてないから、大丈夫だよねって言うんだったら、じゃあそれ全部見られてるんですよ、いいんですかっていうか、そういう社会を目指すのか、 それは多少どんな社会だって危険はあるよね、うん、危険ゼロの社会なんてのは、だってそれはディストピアだから。はい、でも何が悪いかっていうのを一方的に決められるっていう面が例えば公安などにあったりするわけですかです、ね、以前、青木さんと一緒に取り上げたその例えば公安のです、ね、文書が流出して、うん、その流出した文書を見ると、うん、イスラム教徒だからという理由で個人情報を調べ上げられて、うん、でモスクに行ったからという理由で、つけ回されてっていうことをやられていたと。うんうん、となると、私、悪いことしてないから本人が思っていなかったですけも、でも、イスラム教徒という段階 で悪いやず認定されてしまうような大雑把な尺度を警察権力が持ってしまったらそう,、ねうん、そういった尺度で他のものも見られるかもしれない、うん、あの大学出身だからとか、うん、あの人と関わりがあるからとかセッションに出たからとかやばいねやばい,や,ばいやばいですからそう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 だねさんねそこ僕も実は今日うちの番組でやってきたところなんだけどね病院、はい、でねあの まあアメリカで、ね、今、こういう議論があるんですよその、テロの脅威というのが、これは一部でその指摘されていて、メジャーなところで言われてるわけじゃないんですよ、えー、一部でテロの脅威というのが、明らかに、まあ、英語でオーバーブローンという言い方をするんだけど、大げさに、うんえー、されていると。もられてる、疲れてる、ね。も、ね、られてるで、それはね、例えばものすごい単純なデータで、まあ、テロの犠牲者の数よりも、じゃあ、過去2000年に入ってから見たって、えー、いわゆるヘイトクライムの犠牲者の方がはるかに多くて、もっと言えば、 えー、ガンバイオレンス、要するに重、えー、犯罪の犠牲者のはるかに多いのに、うん、そちら側は一向に規制しようとしないのに、はい、テロになった瞬間に人の思想まで図書館で何冊か本借りて,て、それがイスラム系だったら、もう2冊目から自動的に FBI にその人の名前がいくみたいなことまで平気でやると、うんね、だからそこは明らかにそ,そこに便乗して、いろいろと、まあ、例えば権益を伸ばそうとしているような当局者もいるし、それからその業界も。はい まあセキュリティ業界とかねこれコンピューターとかあるいいはまあそういうあの武器関係でもそっち関係のえ業界とかがやっぱそこにつけ込んでいろいろやってくるとうん、うん、だから我々市民はねそうしたことも念頭に置きつつどうしてもそういうものっていうのはすごく大きく盛られる傾向があるんだとで不安につけ込むというのがもうそこのえ権力の常なんですよ。不安になれば 要するにこれ非常に危ない状態なんだって言えば、うん、えやっぱじゃあと何とかしてくれっていうふうになると。だから先ほどの実は治安もね、いわゆる体感治安がなぜかすごいか悪くなってると。実際の治安は悪くなってないと。はいはい、体感治安というのは何なのかといえば、例えば。 事件について、まあ、ちょっとこうなんていうんですか、感情的なフックになる事件については、ものすごく詳細に報じられるようになったと、うそうすると、はあ、最近よくなんかそういうの多いよねと、コメンテーターがそういいますからね、でも昔の方が、例えば存続さなんかもはるかに多かったわけなんですよね、よ実際は。うん、だけど、昔はメディアもそれほど発達してなかったのか、メディアに様式があったのか、えー、それはちょっと定かではないんだけど発達しなかったのと、ニュースの珍しさがなかったので、取り上げ価値もなかったのかも <laughs> それからあんまり数字も意識しなかったかもしれないけど、かつてはね。<laughs> はい、でもいずれにしても その実際は体感治安と言われるものが非常に悪化しているっていうのは実それは別の言い方をすれば誰かによって盛られてるっていうことを言ってるってことでしょう体感治安が悪化しているっていうのは実,際は実際はそうじゃないんだから。 でそこによって利益を得ているところ、青木さん、さっき共謀罪だけの話でしたけど、今年の本当は僕、青木さんが言うと思ったから、これ、譲ったんでね、うん、<laughs> <laughs> 今回の警訴法,、はい、法の改正案、国会で、うん、まあちょっとあの安保法案の犠牲になってみたことがあるけど、うん、あの中に司法取引も入ってて、し視わは全体の2%の事件しかやらなくて、はいはい、しかも盗聴法の拡大が入ってたんですよはい、はいで、通ってもおかしくなかったんで、全然ね、ちょっと、あまりにもポリティカルキャピタルをその安保法の方に使っちゃったんで、ちょっとこれを今回やめとこうってことになったんだけど。でもね 今年同時にね、ね冤罪事件とか、虚偽の自白事件とかっていうのが、はいはい、皆さん、ニュースになったの覚えてるじゃないですか、うんうん、でこれ、全部この可視化の問題に直結するって、これだけ言われていてね、うん、なのに可視化は2%で、ついでに警察権限を司法取引の盗聴法だのっもっと増やそうっていう法案を堂々と審議していて、はい、まあ全く本当は通ってもおかしくない状態、特に反対もなかったっていう、本当状態だったっていうことはね。うんうん これ大変なニュースですよねメディアと並んで、やっぱりすごく僕は大きな問題だったと思う、これはまあ来年以降もずっと続いていくものなので、こうした権力の左とそれから監視の力というのは、また取り上げていきましょう、うん、来年も。うん さて浅木邦子さん、下半期、気になったニュース、はい、教えてください私はねあの、下半期とか、つい最近のニュースっていうか、水曜日なんですけど、うんええ、その夫婦同姓は合憲だという判決が先日出て、うん、いの最高裁のほ、ねうん、日で、うん、出たということで、うんあの、結構ね、これについてみんないろいろネットなんか見てても、すごく盛んにみんな熱く語ってはい、はい、それを見てたら、まあ、すごく興味深かったんですよね、うん、でまずその夫婦の同姓が合憲ということになってよかったと。 あの夫婦は同性であるのが、日本の伝統的な、ね、家族のあり方なんだっていう、強く主張する人たちもいる、一方で、夫婦が同性だっていうことが、その法律で、ね、決められたのは明治の31年じゃないかと、うん、たかだか百数十年の、ねえー、歴史しかない、まあ、いわばこれは作られた伝統じゃないか、浅い浅いと。浅い浅いと 言う人もいる。うん、で、もっと遡ればね、例えば、北条政子は別姓じゃないかみたいな、ね、言う人もいる。いね、うん。で、なるほど、一体ね、どれが最も日本の伝統に。 乗っ取っっててんのかっていう、まあ、どっちが古い論争みたいな、どっちが正統な伝統化論争みたいな感じで、うん、いろんなの見てたら、なんか私も勉強になっちゃって、まあ、例えば、江戸時代はね、庶民には名字がなかったって一般的には言われるんだけど、実は実際には、表だって名乗ることはできないけど、名字を持ってる人はいっぱいいたっていう話も一方にあるし、うん、や例えば、そのいや、そうだけどあの、例えばお武家様なんかの場合は別姓だったっていう話もあるし、はい,はい、いや、あれは宇治は別だけど、名字は一緒だったんだっていう話も出てきたりとかして。うん 日本の歴史っていうのはねだこの国ってやっぱり歴史が長い分だけすごく複雑で、その時々にまあ形として別姓だったり同姓だったり、いろいろな形式は掘り起こせば出てくるんだけど、でも、多分その時その時の時代の文脈ってものもあるから、そのままね、自分の意見とぴったり合うような歴史のね、事象を探してきて、ほら見ろ、これが伝統だって、お互いに。 ぶつけ合うのはわりかし寿司が悪いって私は思いつつまあただそんないろんな歴史があるのねっていうのは面白いなと思いつつ、うん、トリビアとしてねトリビアとして見ている中でじゃあこの件どうなんだって言った時に、はい、まあ一般的に伝統伝統って言った話をする時にみんなが言うのは伝統を守る伝統ときたら守る、うん、伝統だからいいとかね、うん、か伝統をどう守る っていう話なんだけど、私はちょっと考えたときにね、やっぱり今言ったように、日本の歴史っていうのは、その、社会の様相がガラッと変わった場面もいくつもあったし、はい、その時代を遡ったり、あるいは同じ時代でもどの階層に生きたかっていうことによっては全く違う文脈に生きてるってこともあって、うん、その、まあ、複雑だし、立体的だし、重層的だし、すごい、まあ、だからこそ歴史って面白いんだと思うんですけど、うん、だその、なんて言うんだろう、そのどこかを守るとか、どこかの一点を、 拾ってきて守るっていうよりも、えー、今この時代に生きてる我々自身がやっぱり伝統ってどんな伝統でも最初から伝統だったわけじゃないわけで,で、ね、伝統を守るっていうことよりだけじゃなくてそれも大事なんだけど、はい、伝統を今我々自身が築いてるんだっていう見方もね、はい、あってもいいかなって思った時に、うん、まあいろんな時代もあったけど。 一応我々はね、現在の国際社会において、民主主義とか自由主義とか人権とか、うん、そういったものを共通認識、共通の思想とする人たちと手を組んでいくんだっていう。 建前かもしらんけど、一応そういうことになってるってわ,、ね、わけですよね。うん、だとすると、やっぱりあらゆる面において何を考えるときでも、まあ、同性のね、夫婦同性か別性かという考えるときでも、基本的にはその文脈にのっとった伝統を今築いてる最中なんだっていうことを考えると、やっぱりその大きな流れの先に出てくる結論というのは、 割と見えてるんだと思うんですね。あとはそこに至るまでのプロセスにどんな議論があるのかとか、どんなプロセス、はいはい、どういう合意形成をしていくのかってことはいろいろあるんだと思うんですけど、じゃないとね、やっぱりどっちの歴史が古いの新しいのって言い出しちゃうと、究極的には、あの、今のね、民主主義的、 あの日本国憲法なんて、たかだか70年の歴史じゃないかっていう言い方もできてしまうはい、はい、どれだけ続いたかなんて、割とどうでもよくて、そ,その伝統なるものにどんな機能がついているのかっていうのをちゃんと見た上で、うん、その機能、本当についているの、その伝統に。うん、例えば家族の絆が、名、うん、字が同じだっていうところで気づかれてるんだっていう人は、本当にそうなのかで問うとって簡単にできるわけじゃないですか、<laughs> うん、統計見ればわかるでしょうとか、そうした形で、実はその機能なかったよねっていうに、一個一個、はいでいったとかに、なんでそれでも残したいのかっていうことを通って、言葉にし合っていくことが、今 だから今ね、実は、共謀罪の話でもなんでもす、すべてにおいてそうなんだけど、はい、やっぱり今、私たちが戦後民主主義の中で、新しくその日本国憲法っていうのが生まれて、その,その中で、いわゆる普遍的な人権主義とか、民主主義、うん、自由主義、そういったものを、そういった近代的な価値観を普遍的なものとして、積み重ねていこうっていうんであれば、うん、やっぱりその文脈の中で、今まさにその伝統を築きつつある、この歩みを止めちゃいけないんだっていうところから、すべてを考えていくべきなんです。えー でまあ、もちろん世の中にはね、いや、何が近代的普遍ね、主義だ、そんなもんな、投げ捨ててしまって、中世に戻ろうっていう考えがあってもいいんだけど、<laughs> まあ、その場合は、先にそれを言った上でね。いい 私は中世が好きだとうそう、私は中世と。<laughs> ね。いや、だって、例えばイスラム原理主義の人たち詳しくないけど、ある種そういうものに対するアンチテーゼットを主張する人も世界にいるわけだから。まあ、かを例えば最高峰。そうそうそう。だから、それはそれで一つの考えなんだけど、はい、こっち側では、いやいや近代的なね、あの先進国として、あの、国際社会でね、その、同じ、人同じくする人たちと人とかなんとか言って西側諸国の一員としてと言いながら、こっちでは、それ中世じゃないっていうようなことを合わせて言うのは、やっぱり論理が矛盾する。

あの、私たちは今新しい伝統を築いてる。はい、で、この歩みってのはやっぱ止めてはいけないんだっていうのを軸にした上で考えていくべきなんじゃないかなって。うん、来年いろいろ多分起こるであろう憲法改正論議とかもだいぶ具体的になってくるって言ったときに、やっぱり本当に改正すべきなのかすべきじゃないのか、あの、憲法の改正なんてみんなやってんじゃないかって言うんだけど、やっぱ私は思うに多くの国は今言ったような文脈にのっとって、いかに個人の権利をさらに確保するか、うん、さらに強固なものにするかって、ね、形での 改正って、ね、今回のあの、まあ、あの、合憲言判決で言うと、あの、300日の規定の方は、ま、変えるっていうことにもなるわけじゃないですか。うん、で、夫婦別姓、選択的夫婦別姓になるかどうかは分からないという中で、仮にこれ例えば今、自民党が、まあ、とはいえ、 いずれは変わるわけですよ、選択的夫婦別姓には。10年、20年経てば日本でも導入されるでしょうなったときに自民党の政権のうちにやっといた方が結果としていずれ変わるんだったら得だよということで、うん、選挙対策みたいな仕方も含めてとりあえずやりましょうとか今やるかどうかはともかく数年後にやるかもしれないそういうとその野党がそのリベラル的価値で対抗するみたいな。 武器の一つが奪われるみたいな仕方で狡猾の保守だったらこれ選択的夫婦別姓ぐらいだったら別姓にしろって言ってるわけじゃないからねした、はい人、ね、の選択だし、うん、実際のところ本当にそれが導入された時に、まあ、今、もちろんその別姓選択性を主張している人たちは女性の権利とか立場っていうものをまあ主張してるんだと思うんだけど、うん、実際それができるとなったら意外とねなんていうの うちの亀が途絶えたらいけないからお、ね、うちの娘に亀を継がせたいみたいなありかし保守系の人たちが便利に使うってこともあったりするんじゃないのっていう、ねえー、そういうのありそうですね名字だけでも残したいっていう格好ですねでもそれは選択だって言うんだったらね、はい